お茶飲んだ方がいいそうね。おお。美味しかったよ。うん。いろんなやつ入ってから、昆布とか、うん、山椒とかそれから、うん、本に書いてあるやつはね、まずあのカビないようにね。最後それ松？松の葉っぱ上にちょっと交互にやるって言ったから。あとこれ大根の葉っぱのいいやつね、いいやつね。あとこれ南蛮とか。南蛮って何？南蛮入ってんね。うん、ところこれこれまたこうやって互い違いにやってから、うん、昆布とかね、うん、入ってんねこれ。うん。そしてそれか。南蛮って何？ほらこれじゃあの赤。あ、南蛮の辛さ、唐辛子や。あ、唐辛子ね。うん。赤、赤唐辛子でしょ。鷹の爪。おぉ、鷹の爪。え、南蛮つの国には定冠詞が続きますが、その時に、こっちつけ。おぉ、いいですね。うん。これと、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 6、7、8がほら休みだからさ。これは先ほどポイントに。何も入れないんだよ、俺はほら、みんな、このただ、焼酎だけだから。ああ。これは結構甘いやつが。七かまど酒？これ七かまどの。山帽子、ほら。うん。白いの、でんじゃないですか。ああ、はいはい。山、山村市。七かまど酒って本当あんだね。みーほら、みーほら、赤みみなんじゃん。あ、はいはい。うん、あのね、これをほら、三ヶ月ぐらいつけた。消火活動が続けられています。火災については能登町や珠洲市でも火災が発生させたということが分かってきています。午前10時34分に金沢駅と富山駅の間の上下線で運転を再開しました。また JR 東日本によりますと富山駅と長野駅の間も今日の午後3時頃に全線で運転再開を行っているとマックス JR 東日本によりますと頭突っ込んで、僕らも逆になってます。
あ、家にそんなあったっけ。あったんだ。あったんだ。ここに置いた。あ、置いたの。これは29日だ。うん。うん。だから正直に、うん、別にあまり考えないで、あるがままにちゃんとやるよね。うん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 。